キャサリン・コペリーは、アメリカ合衆国オハイオ州シンシナティ出身、アメリカ、リトアニアの女性アイスダンス選手。パートナーは、デイビダス・スタグニューナスなど。弟は、アイスダンス選手のディーン・コペリー。2007年から2009年までリトアニアを代表して、世界フィギュアスケート選手権、ヨーロッパフィギュアスケート選手権に出場。2007から2008年シーズンから3。 シーズン ISU グランプリシリーズに出場した。アメリカ合衆国のシンシナティに生まれ、4歳の頃にスケートを始めた。やがてアイスダンサーとして活動を始め、パトリック・コネリーラとカップルを結成したが、全米選手権で上位に食い込むことはなく、国際大会へ出場する機会に恵まれなかった。2006年、デイビー・ダス・スタグニューナスとカップルを結成し、 リトアニア所属選手として活動を始めた。同年のゴールデンスピンでは3位となり、2007年欧州選手権及び2007年世界選手権にも出場。2007から2008年シーズンは ISU グランプリシリーズ参戦を果たし、2008年欧州選手権では前年よりも大きく順位を上げ12位となった。翌2008から2009年シーズンからは、 ISU グランプリシリーズに2000招待され、2009年、欧州選手権では最高成績となる10位に入った。2009年3月の世界選手権の成績により、リトアニアのバンクーバーオリンピック出場枠を獲得したが、2009年10月、コペリーが希望していたリトアニア国籍取得について、リトアニアの憲法裁判所は不可能であるとの認識を示し、 当外国の国籍が必要になるオリンピックに出場は不可能となった。これ以降にエントリーしていた競技会はコペリーの怪我から出場を取りやめ、シーズン終了後には競技から引退した。 http://www.ice-dance.com コロンススララッッシシュュスラッシュ -cope-ly-sth-n-i-u-n-a-s ダッシュスラッシュ web スラッシュ news.htm バンクーバーオリンピック最終予選国際スケート連盟主催ありがとうございます